全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、社会保険労務士の長塚です。私は社会保険労務士になる前はお笑い芸人として芸能活動を行っていました。カズレーザーやぺこぱ、三四郎とも知り合いです。お、彼らみたいにテレビに引っ張りだこになれればいいのですが、芸能界はそんな簡単な世界ではありません。お笑い芸人の 99.99% はアルバイトで生計を立てています。芸人のアルバイトで多いのが飲食店です。ですがこのご時世、コロナウイルスのせいで多くの芸人が職を失いました。そんな、コロナウイルスが流行りだした頃、知り合いの芸人の SNS を見ると生活に苦しんでる様子が伺えました。アルバイト先の飲食店は経営不振で潰れてしまったり、また営業時間短縮でシフトに入れなかったり、常に経済的な不安を抱えていました。そんなコロナウイルスの打撃を受けた芸人たちでしたが、アルバイトの代わりとして芸人界隈であるビジネスが流行りました。それが Uber Eats です。コロナウイルスによる影響のおかげか、多くの人がおうち時間を過ごすことになり、 Uber Eats を利用する人が増えたんです。最近では知り合いの芸人の SNS を覗くと、 Uber Eats での面白エピソードが書かれています。芸人たちがアルバイトに代わる収入源が手に入って安心しました。経済的な不安を解消できる手段は一つでも多く活用するべきですね。これは障害年金にも同じことが言えます。あなたが現在うつ病で働けない状況で経済的な不安を抱えていたら、障害年金の受給を検討されてみるべきです。全国障害年金パートナーズはうつ病の障害年金の社労士事務所です。無料の電話相談も行っています。あなたからのご連絡をお待ちしています。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。またあなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、動画のリンク先から判定を申し込みください。